東北食べ歩き。今回は岩手県二戸市内シビックコア地区にある短角亭さんを紹介します。最初にメニューをご覧ください。こちらは平日のランチメニューになります。丼物や冷麺セットなどもありました。こちらは日替わり焼肉ランチ B で、お肉は短角牛カルビです。短角牛カルビは良質な赤身肉でヘルシーですね。そしてこちらは同じく日替わり焼肉ランチ B で、お肉は短角牛ももカルビにしました。短角牛ももカルビは筋肉質な歯ごたえがあり美味しかったです。続いてこちらは冷麺のハーフです。美味しい歯ごたえのある麺、フルーツはパイナップルとリンゴが入っていましたよ。お店の情報はご覧の通りです。最後までご覧いただきありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくね。